リアル介護？リアル介護。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 MF お聞きの皆さん、こんばんは。第152回目のリアル介護でございます。本日も私アンカー民間富所と単介護の泊まるで番組を進めてまいります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。改めまして今回のゲストのご紹介でございます。今回のゲストは社会福祉法人思春会のちょっと言いにくいなすっごい噛んでるな社会福祉法人思春会営業課長相談員の鶴崎さん、そして同じく社会福祉法人思春会の課長片野さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで思春会さんは運営している施設、こちらが2つですか。大きく2つなんですけど、はい、他にもグループホームとか居宅とか、うん、あのデイサービスとかあります、うん、なるほど。で今回、まあ大きくご紹介したいぞっていうのが、うん、介護老人保健施設からたちの丘、そして特別養護老人ホームの山吹の園っていうことでいいんですね、うん、はい、はい、で鶴崎さんの方がからたちの丘、はいはい、主にこっちで活躍されてると。そうですね、はい、で片野さんの方が山吹の園の方で主に活躍されてると、はい、じゃあお二人からちょっとずつちょっとずつお話を伺っていくような形でいいですかね、はい、よろしくお願いします、はい、じゃあまずからたちからいきますか、はいはい、場所とか施設の特徴みたいなところから一個一個行きたいなと思うんですけど、はい、じゃあご紹介いただいてよろしいですか、はい、鶴崎さん、はい、からたちの丘はですね、はい、平成27年の11月にオープンして、ついこの間ちょうど7年目を迎える施設でして。なるほど、まだ新しいですよね、まあ、そうですね、新しいんですね、はい、で赤城インターから本当30秒ぐらいで、はい、着きます、うんうん、立地もいいですし、はい、ちょうど赤城インターのところってこう渋川を見下ろすような形になってるんで、はい、こう窓を開けると、はい、山々が見えたり、施設からその展望があるんですか。めちゃくちゃ、なるほど、なかなかいい場所で、はいはい、行き来しやすいところですね。今ね僕の元にもパンフレットがあって、こちらがからたちの丘のパンフレットなんですけど、うん、優しさと絆を原点に人から人へ心から心へなんていう理念がありますけれども、はい、これはどういった意味なんでしょうか。どういった意味ですか、はい、まあそのままなんですけどいやそれを言っちゃおしまいなんですよそこを深掘りしていくのがあれですから、施設紹介になりますから、そこを聞かれるのかなと、はい、この言葉を、やっぱりね理念みたいなことですよね、これね、まあ、そうですね、はい、はい、まあ、みんなで、まあ職員同士も仲良く優しく、はい、それに伴って利用者さんにも仲良く優しくってことで、はい、まあ、一番人と人が関わり合うことで大切なことかなとは思ってます。なるほど、うん、これ施設の特徴みたいなところはどういった感じなんですか。まあね、先ほど景色の話なんていうのもありましたけれども、はい、介護老人保健施設というところは、はい、まあ、病院退院してこられたり、うん、自宅でちょっと動けなくなったりっていう方をリハビリするところなので、はい、一言で言うとリハビリ施設ですね、うん、なるほど、はい、まあ、理学療法士と作業療法士さんがいて、はい、日々入所者さんのリハビリとか、うん、通所で自宅から通ってくる人のリハビリなんかをして成果の方は出てると思います、うん、これあれですかね、インターから近いっていうのは利用者さんが結構遠くから来ることを想定してたりみたいなことなんですか。そうですね、はい、結構、まあ、地元の渋川市からの利用者さんも多くいるんですけれども、はい、うん、まあ、少し離れた前橋とかでもいますし、はいはい、ちょっと他県の方とかもいらっしゃいます、うん、へえ、そういうところってあるんですか。いやいや、もう全然、だって赤城インターであれば、はい、例えばですけど群馬県内の館林から来るよりも、うん、新潟の方から来る方が実際高速使えば全然早くするし、ね、まあ、都内から来ても全然交通の便はいいから。まあ、今コロナなんであれですけど、やっぱりそれこそ自然感じながらみたいなのとかもね、全然ありそうですもんね。そうですね、うん、やっぱり、はい、いいとこですね、はい、あ、なるほど。だから、まあ、そういった自然と共生しながらみたいなところで、うん、まあ、心と体を元気にしていくみたいなところですかね。はい、あとはうちの施設長の方が鈴木守っていうんですけど、もともと群馬大学の学長さんをしてた方 で、うん、で、まあ、とっても偉いんですけど、はい、僕らの目線に合わせて、はい、いろいろアドバイスくれるので、はい、職員はうんとやりやすいですね。なるほど、全然硬くないんで、はい、うん、群馬大学の学長されてた方が施設長になってんですか。そうですね、群馬大学何を教えてた人なんですか、この人は。
介護系とかないですかね、うん、軍大にね。そうです、まあ、学長さんなんで、はい、まとめたと思うんですけど、へえー、すげえ、うん、なるほど。そういった方が代表で運営されているということですね。まあ、ちょうど今コロナの時期なんで、はい、あれなんですけど、うん、日本の代表として WHO の会議にも出た、なんか10回くらい出たことがあるって言ってました、うん、マジっすかすごい。じゃあなんか持ってこれるそういう力みたいなのもいろいろありそうですね。変な話ね。おなるほどね。すごい人なんです。それがカラタチの丘にあるぞっていうことですね、うん、なるほど。じゃあ、また話を移して、じゃあ今度は、片野課長に、特別養護老人ホーム山吹の園の方をお話を伺いたいなと思うんですが、はい、こちらの特徴みたいなところだったり PR したいポイントを伺ってもよろしいですか。はい、やはり、水上という豊かな自然の中に、はい、設置されております。場所が変わって山吹の園は水上町なんですね。水上町になります、はい、これもしかも石倉っていうところで。そうですね、はい、水上インターの近くになりますけども、はいはい、富所さんにも来ていただいたことがあると思いますけども、はい、うん、本当に上木駅、そうです、上木温泉、はい、はい、うん、大自然に囲まれて豊かな自然の中で、はい、日々サービスを提供させていただいております。共通するところだから大自然というところですね。そしてインターから近いというところですね、うん、ですね、うん、やっぱりあれですか、同じように 他県からとかっていうことなんですか。そうですね、あの、はい、高速道路使えばすぐ新潟県になりますので、すぐ新潟ですよね、はい、なんかあの辺の地域性考えると、はい、地域のおじいちゃんおばあちゃんをっていう感じありますけど、はい、地域のおじいちゃんおばあちゃん中心ですけども、はい、やはり県外からもいらっしゃいます、もちろん地域の人が8割ですけどね。あ、うん、ですよね、やっぱそれはもちろんそうだと思うんですけど、うん、実際じゃあインターを使って、はい、わざわざここへっていう方もいらっしゃるってことですね、はい、それはすごいね PR ポイントかなと思いますけど、はい、で、まあ、その PR の一つに、はい、上岡温泉、うん、このうちの施設は温泉利用できますので、はい、県外からの利用の方もいらっしゃいます。これめちゃくちゃでかいことですけどね、うん、ありがとうございます、はい、関東最北の施設ですよね。はあ、ね、なるほど、うん、そこに温泉があってっていうことですもんね、うんうん、こうあれですか、入られてるんですかやっぱり。はい、あの利用者様も、はい、はい、利用者様も加藤さんも入ってるんですか。私もたまに入りますそれは仕事風呂会場です。スタッフ的にもめちゃくちゃ最高っすね。あのリアル介護100回記念でも伝えた、はいはい、うちの親父が亡くなる5日前に温泉入らせてもらったのもこの上岡温泉病院。へー、温泉で使わせてもらったっていうことなんですね。で、友野さんもね結構あの、うん、仲も良くてっていうことで、うん、はい、あのいろいろ知ってらっしゃるかなと思うんですけど、うん、これあれですよね、友野さんも近くのところの施設で働いてたんですもんね。そうですね、はい、上木温泉病院あって、うん、老人保健施設草笛の里っていうのがあって、うん、で、グループホーム山吹の園があって、うん、特別養護老人ホーム山吹の園だから今回紹介させてもらってる施設があってということで、これがまあドイツ敷地に全部があってということで、うん、でこの中で働いてたんですもんね、うん、はい、で共通して言えるのはやっぱり、はい、上木温泉病院自体が、はい、やっぱり整形外科にすごい特化して、なるほど、理学療法士、若い理学療法士さんもたくさんいるっていうところで、はい、やっぱり俺囲まれましたもんね、うん、そう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 、うん、あのそれこそ R1 ヨーグルト持って行かせてもらった時に、うんうん、上木温泉病院の方も入っとくかっつって入ったら、うんうんうん、若い理学療法士多分20人ぐらいですかね、がもう本当に最初はうんともすんともなかったんですけど、徐々に徐々に安官民間だということが分かるとね、少しずつ少しずつ、ね、最後はみんなに囲まれてて元気ですね、うん、あの辺のところはっていうねありましたけれども、利用者様の思いに沿ったサービスを提供したいという理念のもとに、はいはい、職員一同働かせていただいております。なるほど、はい、どういったところ気をつけてるところありますか。そうですね、カラタチの丘の方でも、まあはい、もちろん利用者さん第一、はい、でも私はまあ、職員も同じぐらい大事にしないと、はい、やっぱり利用者さんにもつながっていかないかなと思います。もちろんもちろん、それはね、うん、今同一スタジオ内ですけれども、先週のシャボン玉の久保さんがひどかったですね、最後の最後でおっしゃった一番伝えたい一番大事なところを、7分オーバーの時点で言ってましたから、はい、あれが放送に載ったのか楽しみですけれども、そうですってところはやっぱりあるっていうことでね、うん、そういう意味でやっぱ温泉の存在でかいですね、そういう意味ではね、うん、そうですね、ね、山吹のその方の温泉っていうのがでかくて、それをスタッフさんが入れるっていうのはね、うん、またあれですけれども、うん、はい、全員みんな幸せでやれてますか。これ鶴崎さんも両方行かれてるんですか、
そうです、はい、あのもともと僕も山吹の園で働いてまして、はい、で彼たちの丘ができるって時に、はい、あの立ち上げメンバーとして、うんうん、渋川の方に来ました。なんか地区全然違うじゃないですか、渋川と、ね、はい、赤城と、はい、で水上の、上高温泉地域と、グループ内の雰囲気みたいなのはどうなんですか。結構そこは理念で共有されてるところがあるんですか。そうですね、もともといた僕なんかがつながり役として、はい、うん、職員のつながりで、はい、まあ、今、2年ぐらいやってないですけど忘年会とか、はい、そういう共通の飲み会なんかで楽しくやってます、はい、うん、法人で一個の理念共有するのってやっぱああいう忘年会とか一個のあれでしたもんね、うん、そうですね、だからその辺のところはなかなかしんどいところはありますが、で今回その通所リハビリテーションのご紹介っていうことで何かあるんですよね。はい、はい、まあ、通所の方も、はい、今まだ全然空きがあるんで、はい、どんどん利用してもらいたいなって、はい、やっぱり、ね、介護施設特有の、はい、なんつんだろう、アピールベタというか、はい、まあ、そういうところもあると思うんですよね、はい、だからもっともっとリハビリに強い、通所リハビリテーションっていうのを皆さんに知ってもらって、はい、やっぱ利用してもらって良さを体験してもらえれば、気に入る利用者さんとか、キャマルさんにもどんどんそういうところを知ってもらいたいなっていう、はい、からたちの丘のリハビリの特徴みたいなのはどんな感じなんですか。特にそういうなんていうんですかね、リハビリっていうとリハビリのマシンとか、はい、イメージすると思うけど、はい、やっぱり理学療法士、作業療法士がいることによって、なるほど、そういう器具を使わずにリハビリができる方法、はい、人材の充実みたいなところですか、うんうん、トレーニングやったりストレッチやったり、はい、歩行練習とか、あと認知機能の検査とか、うん、運動機能の検査とか、まあ、そういうところは充実してるんで、はい、他の通所リハには引けを取らない施設だと思うんですよね。からたちの方は温泉入れないですか。からたちは丘の上にあるんで、はい、多分掘るまでに相当時間がかかる、時間とお金がかかる、時間とお金がかかる、これ辛いですね。社会福祉法人市巡回として温泉は持ってるけれども、うんうん、場所が違うせいでっていうことでね山吹の園の温泉持ってきたいですもんね。そうっすね、うん、相当パイプが必要ですよね。ああ、なるほどね。利根川に乗っけて流しちゃ う, もう下で拾うんだいぶ薄まりますけどね。薄まりますそれで、そうか、なるほどね。じゃあまあぜひ皆さんに存在知っていただいて、うん、利用していただいてっていうところで、うん、はい、あと富所鉄平と片野さんの共通点があるから。え、マラソンですか。マラソン、ああ、なるほど、はい、マラソンやられてるんですか。フルマラソン、はい、県内マラソン参加させていただいて何度か一緒に走っております、はい。どこですか。毎渋ですか。はい、毎渋も群馬マラソン、あと昭和の河岸段級マラソン。ああ、結構いろいろ行ってますね、はい、サインもらいました。私早いんですか。ちょっと富所さんの前ぐらい走ってます。ああ、すごい、だからいつも山吹から、はい、からたちに来るときは、うん、片野さん走ってくる。いや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 、富所みたいなことやってるじゃないですか。ワイワイグルービンの富所みたいなことやってるじゃないですか。なるほどね、うん、じゃあまあそのところで皆さんにぜひ知っていただいてということで、はい、他どうですか。グループ法人として、あと施設としてここ PR したい、言っときたいみたいなところがあれば。そうですね、片野課長と鶴崎で、はい、まあ、今後この近隣の施設とか少し範囲を広げて名刺配ったり、はい、パンフレット配ったり、はい、どんどん営業活動してきますんで、うん、そんな足で稼ぐ感じなんですか。今足で稼がないとやっぱり昔とは違うんですね、そうなんだ。なんでやっぱりそうやって知ってもらって、はい、ちょっとからたちの子って名前覚えづらいですけど、うん、一回覚えちゃうとすんなり出てくるんで、はい、知ってもらえたらなと思います。4月のからたちの目の前の桜とかなんかめちゃくちゃ綺麗ですよね、はい、そうですね、運動公園があったりするんで、うん、だからそういうところ利用者さんと何だ、職員さんで散歩したりも桜のところできるんで、はい、そうですね、隣に公園もありますし、うん、本当にちょっと渋川から上がるだけで、はい、雪もやっぱり下よりもちょっと降るんで季節感も感じられるんで、みなかみは雪ばっかりですけど、うん、上向かやばいですか。上向かやばいです、うん、やばいですでもなんだかんだ言ってね、うん、やっぱりまあ今いろんなものが入ってきて、うん、どんどん豊かにいって、そっちで競争になってますけれども、うん、
戻るところというか、うん、まあ、振り返るべきは自然であり、うん、自然の豊かさみたいなところに感謝できて、人間初めて生に感謝できる、まあ、素敵な最後を迎えられるみたいなところもあるかもしれないですからね。そうですね。そういう意味ではこういう施設って、だからもっと自信を持って、あれですけどね、自然豊かなところは売っていっていいのかななんて思いますけどね、うん、まあ、いると気づかないですよね、うん、良くも悪くも何もないです。あ、だからそういうことですよね。不便な方に感じちゃったりしますもんね。不満ありますね、やっぱり、うん、だけど、まあ、インターから近いっていうところもあれして、うん、本当にあれになったらね、すぐ出ていけるわけですからね、うんうん、そういう意味では自然の豊かさを感じるっていう意味では、都内の方なんかにもめちゃくちゃいいのかななんて思いますけどね。職員なんかもこう自然が好きな人が多い、はい、いると思うんですよね、うん、同じで。なるほど。お店がたくさんあってとかっていうとこより、カフェがあってっていうとこよりも、山で僕なんかキャンプとかよくやるんですけど、あ、いいじゃないですか、キャンプ釣り、はい、仕事帰りに釣りして帰るんですけど、うん、あ、いいっすね。だから僕はどっちかというと山吹とかの方が、はい、釣りする場所が多いんで、うん、好きなんです。カラタチも好きですけど。いやいや、なるほど、ね、今の言い方はダメよ。心完全に動いてたよ。マジで。まあね、両方いいけど、僕両方行くんで、自然量もあるしね。そうですね、うん、その自然の豊かさなんかかなり魅力的なポイントですけどね、うん、まあ、そういった意味も含めて一度見に来ていただいて、うん、改めて自分の生活なんかを見直していただきながら、うん、こういった可能性、こういった選択肢も改めて見ていただくのはいいんじゃないかななんて思います、うん、はい、ということでエンディングでございます、社会福祉法人四旬会さんから改めてお知らせということで、まずは、はい、はい、まあ、今回まずカラタチの丘の方を紹介させていただいて、はい、もちろん利用者さんもあれなんですけど、はい、やっぱりこの世界職員も不足しているということで、なるほど、はい、特に今看護師さんの方が特に募集してます、はい、まあ、うちの施設でみんなで仲良くやって、本当に仲良くやってるんで、はい、ぜひ協力してくれる方がいらっしゃいましたら、すぐすぐ入るとかじゃなくても、とりあえず見に行こうかな、うん、なんかご飯でも出してくれるのかな、うん、何でも出しますので、はい、気軽にお声かけしていただければと思います、はい、ここも本当に多分自然豊かなんでしょうね、うん、俺今地図で見てるだけなんであれですけど、そうですよね、この農村いつも通るんですけど、ここ夜行くと本当真っ暗ですよね。この辺りね、そうですよね、だからそういったところでということですね、うん、なんかだから改めて自然豊かなところで働ける喜びみたいなのね、うん、ちょっと感じたい方なんかいいかな、うん、まあ、とにかく一度見に来ていただければ、ね、そうですね、はい、で改めてじゃあ、四旬会社全体としては、はい、ま、全体としては、はい、まあ、大元は水上の方の山吹の園の方で大々的にやってるんで、はい、まあ、そちらの方もやっぱり人口減が、はい、町とかの課題になってそちらの方もアパートもあるんですよね、はい、寮もあるんで、そういった方も例えば冬場とか、はい、仕事しながらスキーやそういうんで働きに来てもいいんじゃないかな。実際いるんですか、そういう方も。実際はまだいない。非目的とかで、はい、入職される方はいないんですけど、ああ、まあ、入職してるうちに趣味が好きになって、はい、でシーズン券を買ってシーズンに通うようになって、まあそれも一個の選択肢ですよね、うん、めちゃくちゃ魅力的ではあるけどな、うん、若いうちなんか特にいいと思います。結婚とかしちゃうとなかなか難しいですけど、うんうん、まあ若いうちだけでいいかなんていう思いではあんまりあれですけどね。ずっといてほしいですよね。あのラジオ聞いてきたんで約束通り若い間だけでよろしくお願いしますみたいなあれですけど。でまた社員寮もホテル入荷にも来て、昔はホテルだったところが社員寮になったりしてるので、はい、環境もそういうところって。いやまあ環境がね、うん、こういうこの水上の自然豊かなところだけあってやっぱり待遇めちゃくちゃいいですね、そういう意味ではね、うんうん、だからその辺も踏まえてじゃあ一応チェックいただいて選択肢の一つに、ね、そうですね、置いていただければと。じゃあ利用者さん含め、スタッフさんも募集しているということでぜひね、はい、じゃあ皆さんチェックいただけたらと思います。社会福祉法人四旬会さんでございます。はい、では改めて最後にですね、鶴崎さん、片野さんからメッセージをいただければなと思いますが、じゃあまずは片野さんからよろしくお願いします、
大自然に囲まれた山吹の園で温かい介護を提供させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。温泉もあります。温泉もあります。続いてじゃあ、鶴崎さん最後締めていただければと思います。赤城インターから車で30秒。はい、さっき1分って言ったんですけど30秒実際行けたらもっと行けると20秒ぐらいかもしれない。それ強いですね。もう高立地でどっからでもすぐ来れますんで、はい、あの職員利用者様ともお待ちしてますんでよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあぜひチェックいただければと思います。ということで今回は、社会福祉法人市巡回、鶴崎営業課長相談員そして、片野課長にお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。リアル介護群馬の介護をより良いものに。この番組は群馬の介護のことならタウン介護の提供でお送りしました。